徳井美香様です。あ、そう、ペンライト白の話ね。え、はあのさ、ライブ終わってさ、運営さんがさ、バーって走ってきてさ、トワさん、すいません、謝らなきゃいけないことがあります。なんすかっつったら、サイリウムの白がありません。あ、白なかったのみたいな。でもトワさ、でもトワは白に見えてたんだよ。みんなの、みんなが振ってくれたあれがすごい白に見えてて、え、なかったんだ。本当に運営のせいにしていいんで、配信で触れてやってくださいって言われて、あ、でも自分も色確認しないで白振ってって言っちゃったから、別にそんな、別に良かった、全然そんな気にしないですけどね、自分はみたいな感じで言って終わったけど、なんか、うん、眷属のみんながすごいいい人たちで、白い別のね、白いやつとか水色でごまかしてくれてて、本当にすいませんとか言って。でもとはさ、白く見えたよ、みんなの振ってるやつが。マジライブ始まる前に DM とかくれてさ、いろんな子が、もうスタテーマくれた二人とも、みこちとかあき先輩とか、頑張ってねって送ってくれて、終わった後とかスイちゃんがマジで生きてるライブだったよって、あー、もう緊張して歌えなかったよって言ったら、しゃあないよって、生で歌ってあんなって、それいいのよそれがって、ベイとかも頑張ってねって言ってくれて、終わった後も緊張したよって言って、もうあれは最高だったよとか言ってくれて、ベイちゃんはいつでも連絡してくれるんだけどさ、なんかベイの同時視聴してくれて大号泣してんの、おーとか言って、おー、かわいすぎるだろあんな後輩、いい子すぎるだろベイ、かわいいわ、もういつもご飯行くといつもおごっちゃう、かわいくて。終わった後とか、カナタが、カナタもチャットくれたよ。お疲れ様、よかったよライブ、おめでとうみたいな。ありがとうねーって言って。泣かないって思ってたんだけどね。なんかすごい溢れたんだよ、その時。え、なんかチュッシュ。目標としてたソロライブ、アルバムの発売が終わりまして、じゃあ次の目標は何でしょうかみたいなところは結構やっぱり気になるところだと思うんですけれども、やっぱアニメとかドラマとかでも何でもいいんですけども、そういうタイアップとかなりたいなって次の目標は思いますし、やっぱセカンドライブやっぱりやりたいなって思ったね。ね、なんか現地行きたいって言ってくれてる人が外れちゃったよみたいな声もすごい多かったから、あ、それほどみんな来たいって思ってくれてたんだっていう、そのやっぱり、まあ、自信にもねつながったから、セカンドライブはもうちょっと規模を上げてもう一回やりたいなと思ってますし、あとはそうだね、今回韓国で初めてライブビューイングで、韓国とかでも見てくれる人も多かったようだったんで、そっちでもライブやってみたいなとは思いますし、セカンドライブやりたいな、マジで。次は震えないで歌いたいけど、絶対また次も震える。だってさ、想像してみてよ、あの人数の前に立つこと、ダンス間違えたらどうしようとか、歌詞間違えたらどうしようとか、噛んじゃうし、入りミスるし、なんかまた新たな目標ができたな。本当にいろんな人に感謝だなと思いました。